真田美ミ戦は、信濃松マ藩の第七代藩主、近江彦根藩主、井ー直オの旧男。天命5年11月4日、四人の男子にいずれも、先立たれた第六代藩主、真田幸ユの養子となった。幸弘は、真田一族からでなく、幕閣有力者の指定を養子として迎えることで、幕府との結びつきを強め、 財政危機を招く海域を避けようと考え、いい家から幸い線を娘婿として迎え、養子しとしたという。同年11月15日、将軍、徳川家成に、おまみし、同年12月18日に、十五位した、文を守るに助任した。完成4年に、松城に入った。完成10年8月21日、養父の隠居により、家督を継いだ。この頃、 松代藩では財政が極度に悪化していたため、幸い戦も財政再建を主とした反省改革を余儀なくされた。しかし幕府から江戸隅田川の工事などを命じられ、さらに財政が逼迫した。幸い戦もまた後継者となる男子に恵まれなかった。そのため参勤交代に際して、はじめは柳沢や巣津のむつを九次郎、 ついで、松平忠氏表の次男、正之助を仮養子にした。文化十二年、松平定信の次男、雪面を養子氏として迎えた。文政六年八月二十日、雪面に家督を譲って隠居した。文政十一年七月に、江戸藩邸にて正居、大赤月院とこうした。去年五十九。ありがとうございます。